今回はこちら、グランドセイコーのアイデンティティを感じさせる一本、グランドセイコーオートマチックのモデルをご紹介いたします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ムシル系の時計担当です。今回はこちら、グランドセイコーのヘリテージコレクション、そして、王道のシルバーモデルをご紹介いたします。今回は王道のシルバーラインなんですけど、そうですね、機械式、オートマチックのモデルをご紹介させていただきたいのですが、本当にね、王道だけあって本当に綺麗です。もうザ・グランドセイコーっていう感じで、本当にシンプルの中にも高級感と使い勝手の良さが、全てこの一つの中に凝縮された一本になります。もう本当にね、万人向けというか、もう誰しもが使っても使いやすいっていう、本当に王道らしい一本になります。性能の方はね、本当にもう最高峰なので、後でご説明をさせていただきたいと思いますが、もう言うまでもなく、最高の一本かなと思います。それでは実際につけていただきましょう。安定の王道着だけあって、そうですね、もう本当に馴染みますね。馴染みますね、もう本当にいい意味で全く癖がない。で、大きさもそうですね、40ミリなので、日本人のサイズ感としてはぴったりで、スーツの袖口も邪魔しないという、いいサイズかなと思います。この秒針の青もかっこいいですね。そうですね、ちょっとシンプルなんですけど、アクセントとしてブルー系が入ってますね。これ軽いですね。そうですね、割と機械式なんですけど、厚みも薄めで作られておりまして、でベルトの方も付け心地がいい、ようになっておりますので、付けた感じ、機械式なのでしっかり重量はありながらも、収まりがいいので重さを感じないという感じだと思います。それではフェイスの方をアップで見ていきましょう。もう本当にシルバーカラーの差し色がブルーの針、もう本当にシンプルなんですけど、そうですね、実はこちら夜光塗料というのを使っていないモデルになります。もうそれには理由がありまして、夜光塗料というのはやっぱり長年使っていくと少しずつ劣化していくのですが、こちらのモデル、インデックス、針ともに、もう陰影だけで、わずかな光だけで時間の視認性を上げているモデルなので、夜光塗料がなくても本当に少しの月明かりでもしっかり視認ができるものになっております。へー、すごいですね。やはりそれだけインデックス一つ一つ、針一本一本に対してこう作りを精巧にして、でわずかな角度をつけて、ありますので、その光り方だけで時刻がしっかり把握できるように作られてます。もう視認性も最高です。もう道具としても、もう本当に言うことがないくらい、最高の仕上げをされている時計になります。それでは裏蓋の方を見てまいりましょうか。そうですね、もうやっぱりシースルーいいですね。シースルーかっこいいですね。かっこいいですね、やっぱり動きが見えるっていうのがやっぱいいですね。添付が今動いておりますが、やっぱり動きが見えるというのはすごくいいかなと思います。そして今回、こちらのメカニカルなんですけど、QS65 というムーブメントが使用されておりまして、で最大巻き上げが72時間、パワーリザーブがそうですね、ほぼ3日間ついていますので、週末お使いにならないお客様でも、そうですね、月曜日にはしっかりまだ動いてるっていう、いいかなと思います。実用的にもすごく優れたモデルになります。長く持って精度がいいって、もう時計としては最高ですね。いかがでしたか。今回のグランドセイコー、王道のヘリテージラインにぴったりな一本、ぜひ店頭でご確認ください。お待ちしております。